7月12日は、グレゴリオ歴で年始から193日目にあたり、年末まで、あと172日ある。第3回十字軍、アッコン工場戦終結フランス立憲議会、聖職者民事基本法を制定。左画像は、私は憲法を全力で支えることを誓うと書かれた、同年の記念絵皿、右は、解放を喜ぶ。 修道士たちの風刺がドイツの諸侯がナポレオンを、名詞としたライン同盟を結成第二次世界大戦、コロンバンガラ島沖海戦イスラエルによる、レバノン侵攻始まる室町幕府第六大将軍、足利義則誕生。1441年の同日に暗殺、ロマノフ町創始者、モスクワロシアのツァーリ、ミハイルロマノフ誕生ウェッジウッド社創業者、陶芸家、ジョサイアウェッジウッド誕生。 奴隷解放論者でもあった作家ヘンリー・デイビッド・ソロー。2年間ウォールデン・湖畔で独居し、森の生活を表した。イカ同書より、外交派の画家、空の王者ウジェーヌ・ブーダン。右画像は、ポントリューの浜辺、画家アメド・オモディリアーに誕生。左画像は、自画像、右は赤いショールをまとったジャンヌ・エビューテルのバスク系チリ人の詩人パブロネ・ルーダ。 パキスタンの人権運動カマララ、ユスフ在教会大分裂を終結させた神学者、ジャンジェルソン没人分主義者、デジデリウス・エラスムス・ボツ。教法の改革を行った江戸幕府第八大将軍、徳川吉宗ボツアメリカが衆国憲法の起草者、アレクサンダー・ハミルトン、副大統領アーロン・バートの決闘に敗れボツ。ドレフィス事件の被疑者、 アルフレッド・ドレフィス・ボーツ・サントメ・プリンシペの独立記念日、サントメ・プリンシペの子供たちキリバスの独立記念日、ボンリキ国際空港の歓迎ダンス。ありがとうございます。